さあ、というわけで加藤さんにはちょっと今回助走してもらいたいと思います。あ、よっ頭から話すんですけど、お前ってさ、あんまスタジオ来ないじゃん、で、時々来たと思ったらさ、なんか変身してる時あるやん、その変貌を遂げてる時あるやん黒髪で来てさ、メイクもちょっとテイスト変えてさ、俺も地雷系になるわ、って言ったじゃん。今言ったね。言ったやん。それとか、そのイメージのね、加藤って。その時にハマってるものに、こう、なんか、行きがちだよね。そう。影響を受けてそれになるわって言うじゃん。うん。だから今回は、まあ、ドッキリで、加藤が突然スタジオ来た時に女装してて、俺女装家になるわっていうドッキリをやってほしいなと。誰に？それは誰に？上に。あれ、いつやるの？明日できる？明日はまあできるよ。いける女装メイク。メイクをちょっと女装っぽく。いやー、きついでしょ。でもね、マジで信じると思うんだよね。信じるんかな。これね、見てる人はおかしいだろって、普通おかしいだろって気づくだろって思うかしで、加藤はやりかねないんだよね。そうかな。あと、ラッパーになるわ、まあ。あ、まず、それはありえる。そう。ラッパーみたいな感じ。それ信じる可能性あるわ。普通にスルーされそうだけど、まあまあまさかみたいな。女装家だったらちょっと心配されるんじゃないかなっていう。そう、ラッパーとかだったらもう別にいいやんって終わっちゃう、うん、勝手にしろよみたいな。そうそうそう。でも女装家さすが行くメンバーとして止めるやん。ビジュアル系とかの先の先まで行ってみたいなことじゃね。なんかビジュアル系のメイクとかしてたら、そういうメイク関連の動画見ていって、ちょっとこう女装みたいなのに興味湧いてってみたいな。よくさ、加藤がさ、ホストやろうかなみたいな感じでさ、西野とかにこう相談すんじゃん、うん、そういうニュアンスで、いや、俺、補強しようかなじゃあ、やるすがりともやるんじゃないの。いや、俺は普通に、こいつまたなんか変なこと言ってるよね、スルーされそうな気するそれはあるね、だって今後だってさ、6人とかで企画やるときに1人女装かまじってる1人おかまいるみたいなのなんでしょ。女装するからちょっと歯入れようと思うんだよね、でも言ってたけど歯のない女って聞いたことないから歯のない男もねえけど女装するからには歯抜いとダメだよじゃあ面白そうだ。じゃあ明日ちょっとお願いします。はい、これってそのまま着るもんなの。後ろに心臭いの。これなかった。なんかこれがこれ後ろなの。これが前じゃない。後ろ、ね、やばい、これ俺入んないかも。いいものあるんですよ。何？クロミちゃんあるんですよ。加藤口紅ないんだっけ。するの忘れた普段しないから忘れる。やば、似合ってる。女装してみたくなって、ね、似合ってんだ。似合ってる。お前の好きなようにやればいいと思う。俺今後第二グループで女装家として生きていくか。それくらいな、私じゃ。見てこの目、ピエンみたいじゃない。開口してここを涙袋作って、
犬を、犬見た、加藤のチャンネル的に、OK、とか犬、犬、犬今ね、サブ撮ってるんだよ犬聞いてよ、サブの企画で助走したの知ってるよ、させないで驚いた、いや、気持ち悪いなと思ってなんでそんなこと言うの、え、可愛いと思う、1ミリも思わなかった、なんでねえだろ、なんでだよ気持ち悪いからね、やっぱ目が腐ってんだよな、犬お前、おい、ん、お前何やそれ、お前な、何やってんのお前、何やってんの、公園行動してる、何、公園行動してるね、このドレスは何なのって、何なのこれは、なんで加藤がこんなに着てんの、なんでこういう路線って、しかもなんかバッチリメイクしてるし、じゃあ、ちょっと話を聞いて、ね、姫に、うん、姫に、わかる、姫に、はい、なんかメイクしてなんかロリ系の服着てんのよ、うん、男の人でね、うん、それになりたいの、そう、どうやってなんだよそれお前が、なれないっていう、無理だろそのメイクじゃ、なんでそのメイクの技術じゃ無理だろお前は、どこ目指してんだよ、考えた結果この服を着始めたの、そう、あの見た目も、うん、その女っぽくしないとやっぱりメイクも生えないから、いやまずメイク生えてからないから、だからまもともとねこう顔が男っぽいから、いやもともと顔が男っぽいっていうかお前は男だから、男の人は男っぽいのは当たり前なんだけど、そうなんだよ、はい、あのカツラも買おうかなと思って、カツラも買うの、そう、今のお前の髪の量でもっともっとこう、もっとこう、だからさもっとこう伸ばすってことバカだ、あれ伸ばすんじゃなくて俺がバカなの、そうだお前がバカなの俺が伸ばしても意味ねえの、いつまでかかんの、なんかこう、なんかこう長いカツラみたいのつけてこうくるくる巻いたりとか、そう、あ、なるほどね、いや無理よ、なんで、ちなみになん今後このこういう系で行くらしい、あ、そうなの、うん、てか今日サブ何やと思う、無人島の振り返り、うん、いける、俺に行けるけど、別に行けないだろ、行けないだろ、これなんで、なんでこれで行けないだろ、なんでこれじゃダメなの、新生 YouTuber 立ち上がっちゃってんじゃん、これおかしいでしょ、叱るべきだよ、これはだなんでこれは、これで一人ぐらいいたっていいじゃん、いや、これプライベートでしていいけど、こういうのはやっぱ動画として今までの加藤で出てもらわないと、なんで、別にいいじゃん、いや、おかしい、急にな、なんなんってなるから、グループ的になんかこうしろみたいな、うん、痛みこうしろみたいな、自由制限することもないからさ、うん、まあ別に感じかなと思う、じゃあ出ろよ、やれよ、これで今全部取ってこいよ、これもメインで撮んだな、こういうので、これからも、これからもメイクした状態でバトルロワイヤルの加藤が出てくると、何ダメ、服はちょっとみんなの揃えないといけないよ、いやいや、いないよ、いるよ、女の人でバトルロワイヤル中にメイクしてる人いないよ、いるよ、いちなみにそのさ感じはあんまいじんない方がいいの、そりゃそうでしょ、だって思う、自分がやってることあんまいじんない、本気でやってんだからな、あんまいじんないでほしいけど、ちょっと立ってみて、ちょっと一回全体像、何、いやもうババアやんだ、ババアじゃねえから今何言ってもっと、いやそのババアじゃないから、形から入るならもっとあるけどさ、だから本当はゴスロリ系のやつ、うん、に行きたかったんだけど、うん、もっとこう、よくわかんないのよ、うん、だからちょっよくわかんないで突き進んじゃったんだ、無理よこれは、なん、これ何なのこれは一体、ちょっととりあえずな、うん、振り返り取るか、いや振り返り取れないでしょ、どっちだ、ドッキリなのこれ、なのこれ、加藤はこれでどういう反応するのか、それともドッキリ加藤がこういうので、で、どっちなのこれは、普段のスタジオを映す、普段のどっちも違うの普段だこれもうこれもう、なんじゃガチだ、そうだよこれは、これはガチ、地元の笑いもんだよこれは、だってこんなんでこんなんで、だってスタジオまで来てんだから、なんなのこれは、一体これでもあんまいじんない方がいいんですよ動画では、だからもう分かった、いじんないた方がいいのはさっき聞いたろ俺は、いや別に加藤も笑ってるけど、本気でやってんだから、加藤も笑ってるけどそんなにいい気分してないと思う、うん、まあドッキリですよ
そのでもそのメイクはドッキリじゃないよな。服だけだもんな、お前が変わったとこって言うと。いや、このメイクもそうだよ。いや、そのメイクはだっていつも通りのお前だもん。いつも通りじゃない。うん、いつも通り。服だけ変えてきちゃった。いや、だからメイクも変えたよ。うん、なんかもっとインパクト欲しかったよな。まあ仕方ないけど、メイクはだってお前だもん。俺じゃないだ。そのドレスはだってもう普通だ。なんかもうこれしかなかったらしいな。マジで加藤が攻めそうなところを選んで。まあ、なんかいるんじゃないの。いない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 。これだから、その女装してる、ガチの女装してる男の人のその準備途中なのこれ。地雷系行くわとかさ、うん、ビジュアル系行くわみたいなこと言ってくるじゃん。そう、うん、まあ、みんななんかもういいよいいよみたいな感じになっててて、行き過ぎたらメンバー止めんのかっていう、まあ検証なんだけど、お前はなんか必死に止めてたから。いや、行き今後メインの企画取るときとかに、例えばもう中層チームでやめてたときに。はい、というわけで、はい、というわけで、別に違う、別にメインはこれではなさそうだめ。それとかを止めるのかっていう、うん、ちなみにいいのは、一切止めなかった。いや、俺今このタイミングでやられたことに対して、怒りがみんなセット詰まってる。分かった、着替えてこいよ、ドッキリなんだろ。編集も今、やばいやばいってなってる中で、うん、急に助走して、うん、こっち系でいくって言われてもはいよ、はい、分かったよ。